またまた入荷情報。今回は落葉山帽子の新品種です。一般的に植木は常緑樹の方が人気があります。しかし落葉樹にも常緑樹にはない魅力というのがあるので、私は常緑樹にしか興味がないよという方もったいないので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。それでは今回もアイさんよろしくお願いします。お願いします。まずは長らく品切れ中だったこちらのブルーミングホワイトテトラですね。ブルーミングホワイトテトラは白い花を春と秋の2回咲かせる四季咲きとか二季咲きとか呼ばれる山帽子です。もちろん普通の山帽子は春に白い花が咲くだけですよね。アイさん、ちなみに落葉樹と常緑樹の大きな違いって何だと思います？葉っぱが落ちるとか落ちないとかじゃないですか？はい、もちろんそうなんですけど、葉っぱが落ちるってことはその前に、あ、紅葉？そう、落葉樹にあって常緑樹にないものの一つ、紅葉ですね。このブルーミングホワイトテトラはその紅葉が圧倒的に綺麗です。まずはねちょっと見ていただきたいんですけど、この紅葉どうですか？すっごい綺麗ですね。なんか綺麗すぎる感じもするぐらい鮮やかです。ですよね。このブルーミングホワイトテトラは前の常緑山帽子の回でご紹介した14種類の常緑山帽子を作ったあのレジェンド生産者さんが作ったものなんですね。木の名前の癖からしてなんかそんな気がしました。そこで気づきました。もちろん普通の山帽子も紅葉綺麗なんですけど、ここまでの色味にはなりません。大体はねこんなような感じの紅葉なんですけども、なぜこのブルーミングホワイトテトラがここまでの色味になるかというと、常緑山帽子と掛け合わせている品種だからなんですね。そんなことできるんですか？もはや山帽子のゴッドですね。このブルーミングホワイトテトラは常緑山帽子の持つ葉っぱのツヤとか紅葉の色の深み、これが混ざって先ほどのような色味が出るということなんですね。はい、ということでこのブルーミングホワイトテトラ、春と秋に白い花を楽しめて、さらに紅葉も綺麗ということで大変人気だったんですけども、ずっと品切れ中でした。今回は少量ではありますが2メーターぐらいの株立ちを入荷しております。お次はこちらのブルーミングピンクテトラです。ブルーミングピンクテトラは先ほどのブルーミングホワイトテトラの赤花バージョンです。そしてこれからご紹介する落葉山帽子の新品種、全てそうなんですけど常緑山帽子との掛け合わせなので紅葉も綺麗です。このブルーミングピンクテトラの紅葉なんですけども、先ほどのホワイトテトラよりもちょっと濃いワインレッドのような紅葉の色味になります。山帽子の歴史で見ると、山帽子の赤い花って重みがあるんですよね。意味深いというか、これ常緑山帽子の回でも言ったんですけど、昭和48年にそれまで白い花の山帽子が当たり前だったのが、山の上で1本だけ咲く山帽子が発見されて、それが珍しいっていうことでね、日本から海外に普及してったわけなんですけど、今では当たり前のように買えるその赤い花の山帽子も、実はその時に発見された一つとレジェンド生産者さんが作ったベニフジエスという、今現在でも2種類しかありません。昭和48年からほとんど増えてないんですね。はい、でそこから新しく生み出されたのが春と秋に赤い花を咲かせるブルーミングピンクテトラということになります。歴史をたどると赤花の重みが違って感じます。ですよね。でプラスして紅葉の綺麗さも楽しめるということで、この山帽子の赤花も確実に進化を遂げているということなんですね。今回はそんなブルーミングピンクテトラなんですけども、2メートルぐらいのものを入荷しております。はい、そして樹形もこういう風に優しく広がる感じでとても綺麗だと思います。ではお次はこちらのアトラスピンクガクです。アトラスピンクガクは春と秋に赤と白の花を楽しめる大変面白い品種ですね。プラスして他の山帽子と比べて成長が遅いというのも人気のポイントです。赤と白を1本で楽しめて成長も遅いとなると、この1本で完結してしまうような感じもしますね。確かに赤も白も花を楽しみたい、さらに成長が遅い方がいいという全ての願いを備えているかもしれません。結構このアトラスピンクガクって山帽子らしいちょっとゴツゴツっとした雰囲気が出やすくて、個人的にはとても好きです。ちょっとこうワシワシってしないですか？なってますね。はい、はい、こういうのが山帽子らしくていいなと思ってます。これまで3種類ぐらい紹介してきましたけど、樹形も実はよく見ると違くないですか？そうですね、よく見るとこう違いが分かりますよね。はい、比べてみるとね明確ですよね。やっぱり花の色の違いだけじゃなくて樹形の違いっていうのもよく見ると楽しめるので、その辺も注目していただきたいと思います。アトラスピンクガクは今回2メーター前後のものを入荷しております。
はい、お次はこちらのブルーミングメリーテトラです。ブルーミングメリーテトラは白花の2期咲きなんですけども、春と秋に違う形の花を咲かせるというのが特徴です。違う形の花ってどういうことですか？春は花びらの細い花を咲かせて、秋は花びらの広い花を咲かせるので、比べるとまるで違う木のように見えます。これがあのレジェンド生産者さんをして植物として異様と言わしめる特徴なんですね。確かに違う形の花が咲くって不思議ですね。生産者さん曰くなんですけど、2期咲きの場合2回目に咲く花が小さいということはね、あり得るそうです。例えば先ほどのアトラスピンク学も、秋の白い花は春の赤い花が薄くなったものと考えることもできますよね。そうですね。でもこのブルーミングメリーテトラは秋に咲く花の方が大きいということで、とても不思議だということなんですね。じゃあ生産者さんからしてもたまらない一品って感じじゃないですか？多分そうだと思います。はい、あと個人的な見どころとしては、この優しく広がる枝ぶり、これ落葉樹の特徴なんですね。常緑樹にはなかなか見ることのできないこの枝ぶりの優しさ、これもメリーテトラで楽しむことができます。はい、そんなブルーミングメリーテトラなんですけど、今回2メーター程度のものを入荷しております。それではこちらのアップライトピンクガクです。アップライトピンクガクは春に鮮やかなピンクの花、そして秋にアンティーク色のピンク色の花を咲かせる山帽子です。そしてそれ以外の大きな特徴としては、このスラッと上に伸びる樹形ですね。立ち上がるように枝が上を向いてますね。こちらのアップライトピンクガクも常緑山帽子と落葉山帽子のハイブリッドなんですけど、このハイブリッドのいいところは強い日差しに負けないということなんですね。今年の夏も大変暑かったですけど、日差しも強烈でしたよね。はい、日差しにもう殺意を感じました。このアップライトピンクガクなんですけど、枝が上に向いてるので枝の広がりが少ないです。でさらに先ほども言ったように強い日差しにも負けないんですね。なので建物の近くにも比較的植えやすいということで、日差しよけにもね使える大変機能的な一面もあります。確かに広がってる感じがしないので、すごい安心して植えられそうですね。そうですよね。そしてもちろん紅葉も綺麗なので楽しみも多いです。現在は3メーター近いすぐに日差しよけとして使えるものも多く販売しております。それではこちらはビバーナムティヌスです。ビバーナムティヌスは常緑の中木で、春に可愛らしい花と秋に青い実を楽しむことのできる木です。ビバーナムティヌスは中木で、最終樹高も3メーターくらいまでしかならないので、非常にお庭でも扱いやすい人気の木ですね。そしてこのビバーナムティヌスなんですけども、現在販売中のものもありまして、そちらはかなり背の低いブッシュタイプのものになります。しかし今回のものはこのようにね、スラッと立ち上げて作られたような樹形のものですね。同じ木なのにだいぶイメージが違いますね。販売中の小さくてブッシュタイプのものは、例えば他の木の足元に植えたいとか、あとは寄せ植えにするっていうのもできると思います。でもこちらはかなりスラッとしていて高さがあるので、シンボル的に使ってもいいんじゃないかなと思います。これはこれでいい感じですね。はい、ティヌスのパッと見の第一印象どうですか？かわいい。かわいい。はい、かわいいです。確かに葉っぱも小さくて雰囲気可愛らしいですよね。はい、で中木なんでそこまで大きくならないっていうのもポイントかなと思います。ブッシュ状のタイプのものとこういった樹形のものは完全に作られ方が違うので、例えばブッシュタイプのものをこのように育てていくということはねできません。なのでお庭のイメージに合わせて使い分けていただくのがいいかなと思います。ということで今回は入荷した落葉山帽子の新品種ご紹介しました。落葉樹もいいなと思われた方はぜひね感想を聞かせてください。また今回紹介した植木について質問などありましたらコメントもお待ちしております。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年内10万人まだまだ諦めてません。お願いします。植木のある生活を楽しみたい方はチャンネル登録とグッドボタン、僕と一緒に植木マスターになりましょう。質問や感想などもお待ちしてます。そして皆さんの庭を素敵にしてくれる植木の販売サイト、フリーロケットもお忘れなく。皆さんの庭は素敵になりますよ。では、年内10万人いかなかった罰ゲーム考えたんですか？植木プレゼントにしましょう。じゃあ達成した人数分だけプレゼントにしましょう。達成した人数分5万本うち潰れるんじゃないですかね。自爆ですね。